どうもこんばんは、中村商店の中村でございます。本日もよろしくお願いいたします。ということでやってまいりましょう。今日はですね、就業規則についてお話ししたいなと思います。ちょっとね、パソコン見ながら喋っていくんですけど、就業規則、そもそも経営者の皆さんは作ってますか？もしくは、経営者ではなくて今お店にお勤めの方は自社の就業規則がどうなってるかとか、こう書類見たことありますでしょうか？結構ね、この理美容業界っていうのは個人事業主から始まって法人なりしたり、これちょっと難しいですね。個人事業主っていう形態と法人っていうのは、まあ会社組織ですね。株式会社とか、あとは合同会社 LLC とか、まあその会社組織にしてるところという、まあ様々あるんですけども、この業界はですね、そもそもこう労務管理って言って、人材雇用した、雇った時の管理とか、そのお給料だったりとか、こう労働時間だったりとかっていう規定をですね、かなり曖昧にやってきた、そういったこう負の側面がかなり大きい業界であるんですよね。で、そういった中でですね、まあ、こう昨今いろんな労務管理、労働時間とかね、残業どうなってるとかね、休日に練習させたりとか、あとはまあその業務時間外で何かトレーニングをとかって、まあいろんなところでトラブルを起こしてることが多い業界なんですけども、そもそもその就業規則っていうのがあるかないかっていうのをね、一度確認してみてはいかがかなと思います。経営者の人たちはですね、まああんまり痛いとこついてくんなって思う人もいるかもしれないんですけど、やっぱね、この業界が本当に変わっていこうと思った時に、就業規則だったりとか、あとは社会保険ですね、こう適用業者になっているにもかかわらず、いまだに未加入だったり未払いだったりとかね、そういうところもかなり多いのかなと思ったりするんですが、まあ、分からなくもないんですよ。やっぱり利益がね、出ていないのにもかかわらず、こう人件費ばっかり高騰すると非常に困るっていうのは分かるんですけど、まあ、そもそもね、そういうこう労務管理っていうのをちゃんとしていかないと、後々ですね、この業界非常に苦しくなってくるんじゃないかなと思いますので、これを機にぜひ見直していただけたらいいなと、思っております。まあ、今日はですね、まあ、この辺にこの空いたスペースにですね、うちのこう就業規則バーッとこうちょっと出していこうかなと思ってるんですけど、僕が作ってる就業規則大体50条ぐらいまで、50項目ぐらいあって、まあ、そのうちまたその章に分かれてこう展開してるんですけども、本当基本的なとこというか、まあ、簡易的、このレベルでも簡易的なものに、該当するのかなと思いますけど、やっぱちゃんと作ってですね、その自分の事業の成長とともに人を雇っていったりするわけじゃないですか。雇われた人たちの生活をやっぱ守っていく、もしくはきちっとその会社の業務に対してですね、フィックスしてもらう、成果を出してもらうためにもですね、お互いこういう契約書っていうのは必要になってくると思います。この就業規則とは別にですね、労働契約書っていう契約書を結んだりするんですけども、こういうものもですね、会社によってあったりなかったりするケース割とあると思います。まあ個人事業主だったりすると、特にこれまで作ったりすることを強制されるわけじゃないので、持ってないっていうところもあると思うんですけど、やはりね、こう商売を成長させていこうと思った時に、必ず人の雇用っていうのはこう発生してきますので、まあ今からね、こう作っていくことで、最初からもう自分一人しかワンオペしかやってないっていう今の現状からですね、少しこう人を雇っていく段階を見据えて、未来を見据えてですね、まああってもいいのかなと思ったりしております。そうですね、まあこの事業主じゃなくてこのチャンネルを見ていただいている方は、まあ非常にこう勉強熱心な方なのかなと思うんですよ。正直もうつまんない動画をね、こう垂れ流してますから、まあこう難しいことばっかり言っててよくわかんないなと思いながらも、見てくださっている20代とか30代のまだお勤めの方はですね、ぜひ会社に就業規則あんのかとか、そもそも自分の雇用契約書ってどういう内容になってるのかとかね、給与明細の中身なんだとかね、そういったところよく確認しといた方がいいと思います。見方わかんないっていう方はぜひコメント欄に入れてください。就業規則ないよとか、
何書いてあるか分かんない。あと、なんだろうな、給与明細の見方とかもね、そういったところもちょっと解説できたらいいかなとは思ってるんですけど、そもそも、あるなしで言うと、ないっていうところ結構あるのかなと、いまだに。僕が勤めてたのがね、20年ぐらい前になるんですけど、2年半ぐらい勤めてましたかね。書類はあるにあったんじゃないかと思います。給与明細も出てないことはなかったですね。ただ、一回も僕見たことがないし、その書いてある内容もよくわかんないです。で、当時社会保険に入る加入義務が、あった法人だったと思うんですけど、社会保険には入ってなかったですね。なので自分で年金とか保険とかを支払ってました。まあ、厳密に言うと支払えなかったというか、支払ってなかったんで滞納して、で自分で事業を始めてから少し余裕が出てから払うっていうね、経緯があります。なんならね、23歳ぐらいの時に僕、国民健康保険、保険料の未納が何千円か分埼玉県に残ってて、あれ埼玉市かな、埼玉市に残ってて、で僕、銀行口座差し押さえられたこともあるっていうぐらいね、こう闇深いこう20代の前半を過ごした苦い経験がありましてですね。まあでもね、この業界にいる人たち結構多いんだと思うんですよ。ちゃんとした会社組織に勤めてないっていう人も多いので、ただやっぱ今後ね、こう、同じ轍を踏まないように、自分が独立した時に従業員に同じような思いをさせないためにもですね、よくよく知っといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、技術大事なんですけど、技術だけでは食えないので、ちゃんとね、こう、社会ってどうなってるかっていうところをね、まあ、一つずつ本当にこう身近なところからちょっとずつでいいので、こう習得していく術が、知識が必要なのかなと思います。なんかね、こう今だと、退職代行とか、あとなんだろうな、ユニオンって言ってね、なんかこう労働組合、なんか外部の労働組合とかにこう駆け込んで、なんかこう退職した後にむしり取ってやろうとかね、こう残業代の未払いがどうとかってトラブって、もうお互いに気持ちよくないと思うんですよ。ね、当然そういう権利ある方はまあ請求すればいいんですけど、そもそもそこへ就職したのは自分の意思ですからね。自分がこう就職しに行っちゃってるわけじゃないですか。そういうトラブルにならない会社を事前によくこちらも判断しなきゃいけない。こう雇われる側も就職する前にですね、この会社の体質どうなってるかっていうのをよくね、知っといた方がいいのかなと思ったりしております。はい。というわけで、まあなんかね、就業規則今ね、こう横の方にこれじゃあ出していこうかな。まあ就業規則、うちの就業規則はですね、録画していこう。まあ第1章、1条から始まってくるんですけど、こうやって見ていくとですね、まあ、第2条適用範囲、第3条の規則の遵守、採用時の提出書類、使用期間、労働条件の明示、人事の異動、休職、厳守事項、セクシャルハラスメントについて、あとパワハラ、個人情報とかの取り扱い、始業及び就業時間、遅刻や早退、欠勤など、休日、時間及び、おっと、録画に入ってきて、勘弁してください。ちょっとで、今日はゲストが 突如、そこガチャガチャ言うから、もうそのまましといてください。あとはですね、産前産後の休業についてとかですね、産休とか、そういったところですね。あとはね、これは介護休暇とかについても、この後出てきます。あとは、お母さんとかね、母性健康管理の措置だとかね、この下に育児休暇とか育児時間、育児休介護の休業に関する規定とか、あとは傾聴、お葬式とか結婚式とかですね、そういったもの、あとは病気の休暇について、ね、裁判員制度とかでこう呼ばれた場合、これはどうなるか、まあ、休業しなきゃいけない、そのお休みしなきゃいけないので、そういう時にどうしなきゃいけないかとかね、あとはまあ第6章からは賃金、家族手当、通勤、技能とか、割増の賃金、こう残業代がこうどうなってるかとかね、まあ、あとは
この業界、理美容室だと1年単位の変形労働時間制っていうのがあって、通常というか、まあ、一般的な会社だと、週に40時間、8時間かける5日間の就業っていうふうに、定められてるんですけど、僕らみたいなこう理美容業だったりとか、まあ、小売なんかもそうなんですけども、これが40時間じゃなくて44時間まで認められています。だからまあですね、最低のお休みっていうのは週休 1.5 日っていうのが、まあ、基準になってたりするんですよね。まあ、こういうの知ってると知らないのでは大きい差だと思いますのでね、まあ、こういうとこ見ていただけたらいいかなと思います。まあ、あともずっとこう40状態がね、続いて賃金のこととかね、賞与とか、退職するときどうだとか、解雇規定とかね、こう、まあ、職務違反とか、まあ、なんだろうな、実績が伴わないとかね、こう命令になかなか従わないとかね、そういう時にはこう解雇することもありますよとかね、そういうことが書かれてます。で、まあ最終的にはこうパートタイムの第50条、最後は正社員への転換ということで、有期雇用、期限の定めのある従業員の方を、無期限、もうこの期限の定めのない従業員にする場合どうするかっていうのをね、50条で書いたりしています。まあ、どんどんうちでもね、これは書き換えたりとか、変更があるたんびに従業員に共有して、見直していっているというところです。なんかちょっとね、小難しい話なんですけど、まあ、ぜひぜひ、理美容室でもちゃんと人を雇えるようになっていきたいですね。そのためには、まず利益がいっぱい出てないと難しいです。利益を出すためには、値段の改定とかね、そういった細かいところをちゃんとこう抑えていかなきゃいけないし、価格を上げるにしても、利益を出すにしても、こう従業員さんがどう働いたらいいかっていうのを、やっぱりね、経営者っていうのはしっかり考えていかなきゃいけない。従業員の人たちは当然こう会社に入って勤めてるならば、自分が会社の利益に貢献できるように、時間効率よく働かなきゃいけないとかね、まあ、そういったところ、堅苦しいところなんですけど、やっていかなきゃいけないなと思っております。もうね、頭ボッサボサで、今日もキャップかぶるのも忘れてましたけど。ということで、今日は以上になります。皆さんのお店儲かりますように。ということで、以上になります。また来週。